こんにちは、キラです。キラの新聞読んでみた企画では行きます。ではニュース。コロナ5類移行決定。5月8日からワクチン当面無料になるみたいです。では次のニュース。広域強盗指示役で肘で拘束中、道内出身2人含む4人。はい、次のニュース。再エネ活用の都営住宅整備着手。これは新年度から複数市町村で建設中予定みたいです。で、次のニュース。で、空楽選抜決定。2年連続も決まったみたいです。はい、次。次は、ニセコアルペン。分譲型に、建て替え、宿泊利用も、26年冬開業。で、次のニュース。飲む中絶薬、承認意見、厚労省部会。これは意見募集し、3月にも結論が、いろいろとなんかあったみたいです。はい、次。生乳生産 1.3% 県見通し。23年度全国、乳が上げて需要減。僕漢字読めないので、まあ漢字調べて読んだ方がいいんですけども、まあ、上がんないまま読んだ方が面白いかなと思って今やっております。で、次のニュース。春節活気戻った観光地。週間園連休最終日。雪祭りに期待つなぐ。次。コロナ道内初感覚員から3年。感染130万人。4371人死亡。4731人の復興があったみたいです。で、次のニュースで、コロナ5類決定、残る脅威、医療確保、業務。まあ、これはちょっと、新型コロナのことなので、ちょっと、読んでいきましょう。新型コロナウイルスの感染症法上の人類が大型連休明けの5月8日から季節性インフルエンザ並みの5類に引き下げることが決まり、本格的なウィズコロナの暮らしが始まる。だが、ウイルスの脅威が去ったわけではなく、平常化後も、重症化リスクの、高い人の命を守る、医療提供体制の構築が急務となる。新たな変異株が発生する可能性もあり、次の流行に備えたウイルスの監視体制をどう維持していくかなど、課題は多い。みたいです。聞こえるかな？次の流行監視体制維持も課題。で、専門の、病院の寝るところも減少しているみたいです。じゃあ次。マスク着用、個人の判断に委ねる。で、慎重論に配慮。曖昧表現。まあ、首相は新型コロナウイルスの感染症法上の5類への移行に伴うマスクの着用ルールについて、屋内外を問わず個人の判断にマスクをするか、委ねる考えを示した。5月19日の精神7カ国首脳会議に海外と同様に脱マスクに踏み込む算段だったが、専門家などから慎重論が
上がる中、曖昧を表現にとどめた形になったそうです。で、次。イベント、大声で応援 OK。人数上限事実上の廃止。そして、基本的方針、政府が改定。で、はい、次のニュースを、ちょっと待ってくださいね。で、次のニュース。所得制限撤廃。議論踏まえ。代表質問、児童手当、首相前向き。だそうです。で、次のニュース。野党増税反対で共闘。27日3日間の日程を終えた衆参両院の代表質問で、野党は防衛費増額のための増税のほか、異次元の少子化対策や、岸首相の政治姿勢に対する批判で、愛く不調を揃えた。昭和はぐらかすかのような3年も、あ、いろいろ書いてるけど、これは読まないかな。野党、増税反対で共闘。首相、答弁交わす、政府、与党、体制立て直し。次。これも読まない方がいいな。次。ALS、質問の道開けた。患者の何らかしが自動音声に従い、いろいろ、わかんないから壊そう。で、次。殺傷力がある武器輸出も、っていうニュースがありますね。政府は安全保障関連3文書で、武器や関連技術の輸出ルールを定め、防衛装備移転三原則の条件コマを掲げたみたいです。次。まあ、道の駅入札不正。厚沢部長、小言及。で、ですね、次が、独性戦車供与12カ国に対ウクライナ、カナダ、欧州で検討。ドイツ、まあ、独性なので、ドイツ製戦車供与12カ国にという意味です。はい。では次のニュース。電力不正閲覧6社に新たに中部、中国で判明。で、次のニュース。トヨタ市、次は業界代弁者。これはトヨタ社長14年ぶりに交代というニュースの、あれですね。はい、次。デラックス、すでに取り組み 46%。最多は文書の電子化。党内企業調査。いろいろです。はい、次。では、スポーツのニュース。クラーク、一戦必勝。選抜36校決まる。甲子園での、新天地、アメリカ、LA で手応え。あ、陸上のことですね。じゃあ次。
はい、もう少しでもあるんで。はい。離島人口5年で 9.8% 減。20年調査、高齢化で流出止まらず。で、園バス安全管理2割に課題。政府装置補助上限 17.5 万。政府は27日、通園バス園児置き去りの再発防止を検討する関係府省会議を開き、通園バスを所有する全国の保育所などを対象にしたり、初の実地調査の結果を公表した。乗車時の子供安全管理などに課題があった説は 19.5% に上がったみたいです。で、北海道内、新型コロナウイルス感染が1367人感染で、10人、ご不幸があったみたいです。では、北海道が1367人。で、東京が7560人。それで、大阪が3583人。で、どっかな、沖縄が873人です。で、茨城県が1184人。はい、これでこのニュース。僕の新聞、漢字読めないけど新聞読んでみたっていう企画、終わります。ありがとうございました。じゃあ、失礼します。